皆さん明けましておめでとうございます。明けましておめでとうございます。メグ太郎です。2021年今年もよろしくお願いします。お願いします。昨年は本当に大変お世話になりました。ありがとうございました。いろいろ大変な状況にもかかわらず、いろんな方の応援で無事ここまで来ることができました。はい、今年もですね、3月頃までライブ予定決まっております。ちょっと報告させていただきます。はい、はい、まず1月30日、はい、1月31日がわらびのアワーデライトさん、ね、2時からはいお昼公演です。はい、これはデュオですね。はい、で3月の31水曜日ですね、エコザソルトピーナッツさんで、はい、吉本明宏さん、サックスの吉本明宏さんと6回目のライブになっております。はい、これメグ太郎プラスワンか、はい、トリオね、これも結構力入れてやってるんで、あの可能な限り、来ていただけると嬉しいです。はい、そしてはい、何ですか、3月にメグ太郎スプリングツアーを開催いたします。素晴らしい、そんなのがあるんですか、スプリングツアー詳細ははい、詳細は、はい、まず3月9日からスタートします。3月9日からスタートして京都のボンズロザリさん、はい、京都ボンズロザリさん毎回お世話になっております。はい、そして10日は10日は大阪のミスターケリーズさんです。はい、これ初出場、初出演 はい、になります。はい、でですね、テナサックスの清水玲奈さんとトリオで、これも、2回目か、うん、ね、すごい素晴らしいやつが3月10日です。はい、はい、で11日が3月11日が和歌山の和歌山、ね、メイウィンドカフェさんですね。はい、3月12日が12、13、これ2日両方とも徳島になってます。はい、ご当ズバーさんにお世話になりまして、はい、よろしくお願いします。1日目12日はセッション、はい、メグ太郎がホストになって徳島の皆さんとセッションです。楽しみです。13日はライブとなっております。はい、次は14日は神戸、はい、マイクをカントコトロさんのサンセットライブですね。お、素晴らしい、覚えてた、はい、サンセットライブです。これがちょっと素敵な場所なんですよ、ロケーションが、ね、チェックしてみてください。はい、で15が空いて、ね、16が初めましての、本当ですね、ここも岡山の、はい、バードさん、はい、次の日17日が広島のラッシュライフさんです。はい、で18日が山口の、はい、カルチェラトンさんです。これもこんなところまで足運べるなんても幸せです ね。ほぼ九州ですね。大変ですよ。ね、先っちょのこういう。で次がというのが、あの西日本部。西日本部。あ、なるほど。そこがね。あ、部分の部ね。そうです。西日本部、はい、この先っちょ。で、はい、ファイナル公演を今回設けておりまして、違うよ、もう一個あるよ、え、19日に、19日ですね、西日本部からこうグワーって一回戻って、なるほどなるほど、ちょっと真ん中付近まで戻って、はい、こちらもいつもお世話になっている名古屋のミスターケニーさんです。そうでした、そうでした。これが、西の方面、西の方面って言えるのかなって言うんですよ、まあ、その方面の最終公演なんですが、スプリングツアーとしているので、このファイナルツアーが、ファイナル公演があります、はい、これが3月の28日曜日に、どうだ、目黒のブルースアレンさんです。はい、これ2回目になります。めちゃくちゃ楽しみですね。楽しみですね。ファイナル公演はもう予約受けたまっております。はい、まだホームページにはないので、直接私たちに連絡をいただければ、その都度ご対応いたしますので、ぜひいたします、いたしますので、はい、ぜひぜひよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。はい、他のね、地方の会場もね、うん、ぜひお店の方で予約を受け止まっていると思いますので、よろしくお願いいたします。メグ太郎と一緒に回ってくださる方も随時募集しております。数名いるとかいないとかねいるとかいないとかですけど、いや、一緒に旅したいですね、皆さんとね、したいですね、本当は。まあ、こういうご時世でありますので、うん、無理のない範囲で、まあ、でも非常に楽しみなツアー、演奏になっております。はい、皆様よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。以上ですか。ということで、今年の目標のコーナーに行きました。おお、はい、はい、去年の目標って何だったの。また去年の目標は柔軟、柔軟な心を持とうってことか。違う、柔軟の体操体操したの知ったりしなかったりしたんですけど、まあどこを伸ばしたかったの、柔軟って。あれですね、
アキレス腱。アキレス腱ドラマですかあなた。アキレス腱、それ前屈でしょ、それこれ。あ、前屈か、前屈か。アキレス腱ってこの腱だよ、足首のところだよ。あ、まあ別にいいや前屈がしたかったんですけどね。全然してないと思うんですけど、まあ柔軟だったらしいです。で、今年の目標は。今年の目標は楽しく過ごす。楽しそうですけどね、いつも。より楽しくですね、こう、こういった編み物とかをちょっと。怪我した人の交代ですか。違います、帽子ですね。そうか、もうすぐ終わるんですけどね。すごい、筒状だけど、それ帽子になるのね。なりますよ。僕の目標はですね、去年がしたことないことする、こっちの道に使って駅行ってたら違う道を使うとか、下見ながら歩いたら上向いて歩くとか、これを左手でいつもやったら右手で行くとか、もう本当に何でもいいから、ね、好きなように。そういう感じだったんだ。したことないこと、そこから始めてね、うん、いろいろこう活性化するわけですよ。で、今年はですね、今年はそう、大谷がなんか楽しいことするっていうので、うん、僕は楽しくないことをする。全然違います好き少し一個でも楽しいことを見つけるっていうことですね。え、なんか同じじゃん。全然違うよ。楽しいことしたいんでしょ、うん、楽しくないかもしれないようなことでも楽しいところを見つけて、ちょっとでもこう前向きにいきたいなっていう、ちょうど真面目な目標です。聞いてるもうこんな感じで、2021年もやっていきたいと思います。皆さんどうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます、はい、正月のご挨拶させていただきました。ありがとうございました。頑張りましょう。はい、じゃあねー。